キーアイテムは何かしら、このあれかな、かんざしかな。これは結構お客さんにいただいたんですけれども、これつけ始めると何だろう、ラッキーなことが起こるのとか、例えば外にある果物がものすごく実り始めたり、なんかかしこまった食べ物が好きじゃないですかね、鍋とか、こちらでも結構鍋の湯豆腐だって鍋でしょうし、そうですね、だから私があんまり嫌いに出るなので自転車かな、自転車怖いんでね、若い頃にまあ密集してる旅館、まあ自転車で移動してたんですね、そこで全部その坂道でブレーキ効かなくなっちゃって、全部その旅館の何ですか、その旅館のグループの中を全部もう引き裂くみたいなことあったんですよね。どっかで止まんなかったんですか。止まんなかったんですね。でもやっぱりあれかな、お客様がライバルなのかもしれない、本当にお客様がね、お客さんがそう求めるかってことを我々もやらなきゃいけないわけだし、あ、なるほど、そう来ると思ったと思われちゃダメなんですね、だからある意味一線を引いてないとダメだし、常に戦いなんですね、お客様との。なのでお客様が天敵ですね